度になったらダメなの？ 10度切るとダメなの？何度になるとダメなの？ダメっていうかさ、大玉だったら花が乱れちゃったりするの。なんかイチゴと全然温度が違うからって。イチゴはさ、あの温度が低くっても染まんないだけだけど、トマトは花が乱れたりさ、身が変なんです。だから暖房余計に炊かなきゃな。そうだね、うん、それより下にはできない。俺はそれ最近知ったんだよ。最近聞いたんですよ。だからトマトはイチゴと違って、イチゴの方がお金かかんない。だって昔はさ、いちご暖房炊かないでさ、二重ハウスでやってたの。ああ、まあ三重のところもあるけどね、知ってるところが。そうそう、だからそうやってギリギリまで、ホールギリギリまででも持つの、はいはい、トマトはそれじゃダメ。ダメなんだ、それ誰も知らねえよ。はい、どうぞ。あ、ありがとうございます。こっちもないですよね。出して、こっちも、こっちも、両方それは誰も知らねえ。それはトマト農家しか知らねえことじゃねえかね。知らなくて別に呼ばせないからね。いやー、でもね、この口とかねえとダメだいの。